それではこれからの微積分2の第7回の授業を始めます。まず前回のまとめです。前回は教科書の第 4.4 節の因関数定理というところで、因関数定理の証明を中心に行いました。で、今日進む内容は一応以下の通りです。と因関数定理のところでは、その今日はその因関数定理の応用をですね、例題なども交えながら紹介したいと思います。そして今日の授業の最後の方では、その条件付き極地問題に進みますけれども、今日はその導入の部分だけ述べておきたいと思います。それでは教科書は 4.4 節の因関数定理というところで、その括弧1の因関数定理の途中から進めます。で、まず前回ですね、証明をしました因関数定理をもう一度振り返っておきたいと思います。教科書は151ページですので、必要な人は確認しながら見てください。D をですね、R2 の回集合として、FXI、これ二変数関数ですけど、これは D から R 実数値を取る関数とします。そして、この FXY というのは、X と Y の二変数関数として C1Q、すなわち1回変微分できて、それも変動関数が連続であるとします。それから、D の点 AB に着目しまして、この点で、この F の値、FAB が0に等しく、かつ、この AB におけるこの Y の変微分係数は0でないとします。で、この時に、3点ですね。まず i、これ点 A を含むこの x の回復間、それから y イコール fx、これはこの回復間 i において定義された関数、それから正のイプシロンで次の条件を満たすものが存在するというのが因関数定理と呼ばれる定理でした。で、それはどういう定理だったかというと、まず、その因関数の f っていうのは b に、fa の値が b に等しいと。それから、y イコール fx はこの回復間 i で fxy イコール0によって定まる因関数ですと。で、あとはその i の回復間 i の x の値 x0 と、それからこの y0 からですね、距離がイプシロンで抑えられるような点、b からですね、 b からの距離がイプシロンで抑えられるような点 y0 に対して、もしこの fx0 と y0 が0であるならば、この y0 は fx0 と表すことができますと。で、それからもう最後は任意の xi の点 x に対して、すみません、これちょっと訂正なんですけど、この fx じゃなくてこれ fy ですね、y に関する変動関数ですね、 fy の x と fx の微分係数、変微分係数は0ではないと、0にはならないということが言えます。で、さらにこの時、この因関数 fx というのは x の関数として1回微分可能でして、それがこの因関数の微分係数を、変微分係数か、元の関数の変微分係数を使って、この因関数の変微分係数が表せるというのも言えました。で、さらにこの元のラージ F の XY が R 回微分可能であるならば、この因関数も R 回微分可能であるというところまでが因関数定理の内容でした。というところ、ちょっとですね、まず段取りがかなり複雑ですので、まずはこの一点一点どういうことが成り立っていたかということを各自確認しておいてください。で、それからもう一つ、これは前回の授業までの授業では、ここでこう改めては述べていなかったんですけれども、一応今日の応用などの説明のところでちょっと話が出てくるので一応説明しておきますが、因関数定理はですね、その先ほど申し上げたその x と y の変数の役割を入れ替えた形でも成り立つということに注意しておいてください。どういうことかっていうと、まずここら辺の設定は先ほどと一緒ですね。で、今度はその x に関する変微分係数が AB で0ではないとします。で、この時、その先ほどはこの FXY イコール FX という形の因関数が存在するっていうことをが定理の主張だったんですけれども、この X と Y の役割を逆にしてですね、その X イコール GY と、だから X を Y の関数として表すような因関数もこの条件を満たせば同時に存在するということも言えます。ですので、
その、まあ、y に関、x に関する関数、x の関数としての因関数と、それから y, に関 y の関数としての因関数と、まあ、両方の因関数定理というのがあるということを押さえておいてください。一応、まあ、説明はほぼ一緒ですので省略しますが、1点だけなんだタイプミスの修正はここですね、括弧3番の、この fy ってなっているところ、同関数はこれ、すみません、ここは fx ですね、ここに分母に来ますので、ここは fx ですので、ここだけ訂正をしておいてください。はい、ということで、一応、この因関数定理を確認しておきました。ここまでいいでしょうか。そこで、今日はその因関数定理を実際にどのように使うかという話について少し紹介していきたいと思います。で、今日は具体的には次の内容に関して紹介をしていきます。まず1点目は高次同関数の計算。2点目はその曲線の接線と方線ベクトルの話。で、最後3点目はその因関数定理が使えない点として特異点というのがありますので、それを紹介しておきます。ではまず高次同関数の計算の話からしていきたいと思います。で、この話はですね、もともとは教科書では問いということで演習問題になっておりますが、この問題よくこの因関数のところでは取り扱われます、他の教科書でも。ですので、一応ここではその問いの、演習問題ですけれども、解説しておきます。教科書は154ページの一番上の部分ですね、を見てください。で、ここではその定理4の15ですから、先ほど述べました因関数定理のその y イコール fx の方ですね、の定理をまあそのまま使うんですけれども、そしてもう一つその定理の仮定を拡張しておきます。どこが拡張かというと、その fxy、与えられたこの fxy は c に q、すなわち2回変微分可能であるということにしておきます。もともとの因関数定理は1回変微分可能ということだったんですけれども、まあ、ここではその2回変微分可能という仮定 をさらに、まあ、強い仮定を置くということに注意してください。でさらに、まあ、d の点 ab で fab が0に等しくて、かつその y に関する変微分係数は0ではないというときに、このまあ因関数定理でですね、この fxy イコール0によって、因関数 y イコール fx が与えられるんですけれども、その因関数の2回の変動関数というのは、まあ、こういう式で表されることを示しなさいというのが、この演習問題です。で、ここでこの large fx とか large fy っていうのをこう、表していますけれども、ここではその、例えば large fx は、このラージ FX の X と FX ですね、まあ、ここを Y と置いてもいいですが、まあ、そういう形で表せる式であるということに注意をしておいてください。で、この問題なんですけれども、基本的には合成関数の微分をこう用いることで示すことができます。一応、その内容をですね、少し丁寧に追っていきますと、まあ、D2 乗 F の DX2 乗を求めたいということなんですけれども、1回の、微分、因関数の微分っていうのが、その FY 分の FX で与えられています。これは因関数定理の主張からそうなってるんですね。で、基本的には、この FY 分、マイナス FY 分の FX っていう関数をさらに、こう、X で微分しましょうということをやるわけです。でそうしますと、まあ、こういうその有理関数の形式のまず fy 分の fx の微分っていうのをまず基本的にやるとですね、まず分母の関数をまあ2乗しまして、それから分子の部分はこのまず分子の x による微分かける分母の関数マイナス分子の部分の関数かける分母の部分の x による微分と、まあ、こういう形でかけるのは皆さんご承知のことと思います。あとはこれをこう丁寧にそれぞれ計算していくわけなんですけれども、ここの部分ですね、この部分はもともとこういう関数だったので、この連鎖率微分の連鎖率を使って、まあこういう形でこう微分できるということを確認しておいてください。で、一応この
こうして展開したものを一回まとめ直しまして、でそれからこの f'x ですね、これ f' ですね、ここはあのマイナス fy 分の fx っていうことでしたので、まあ、これで置き換えるということで、あのまあ項をあの整理すると、あのまあ、あのこの与えられた形になるということがまあ示されるということです。